来たね、宮崎。私は初めてあなたの心を忘れた。サクッと終わらせてゆっくり観光しよう。誰こいつ。さっきあなたたちが相手した殺し屋の名前は冬村楓。教会に所属してない野良の殺し屋で長期見人物。粛清はあなたたちに命じる。以上質問はないね。え、私たちがどうしよう。真宙が今日誕生日なこと完全に忘れてた。2人は陽動に回って、火力の高い私たちが背後から一気に叩く。冬村楓は怪物だ。お前ら全員殺されるぞ。お前たちに俺を殺すことはできない。向こうで待ってるからさ、向こうでも遊んでほしいな。真宙さん、そんな約束私はしないよ。初めてあなたを